はい、皆さんこんばんは。今日は、昨日の続きで、蓋のモデリング。サバ缶の蓋の、指掛け部分のモデリングをやっていこうと思います。では、じゃあ早速、やっていきます。この指掛けの部分というのは、一段少し落ちているんですね。ここを表現しようと思います。スケッチを表示して、前のスケッチを利用していきます。オフセットコマンドでやっていこうと思います。ここは見た感じ幅が違うので変えていきます。トリムします。お互いの交わっている部分を、トリムして、最後に結合します。それからフィレット。0.5 ぐらいでフィレットします。はい。で、これで一応スケッチができました。次に、次はそうですね。このスケッチをちょっとだけ移動して、押し出していきたいと思います。下方向、マイナス0.3ぐらいで、ちょっと小さすぎるかな。マイナス0.5ぐらい、下に押し出します。で、ブーリアン演算で、削り取ってみます。雰囲気的にはこれでも、ありだと思うんですが、ここが直角になっているというのは、考えにくいので、おそらくここは滑らかに、斜めになっていると思われます。なので、この下側の面だけ、ちょっといじりたいと思います。この辺りはもう、全然普通のソリッドモデリングとは違って、サーフェスのモデリングの仕方になると思います。フィレットします。スケッチができたらトリムします。釣れるスイープで。ここを塞ごうと思うので、断面曲線を描きます。まあ、普通の斜めの直線です。チェーンエッジにして、一つ目のレールを選択します。次に二つ目のレール。それから断面曲線。閉じたスイープ。これで結合します。次に、ここ真ん中ですね。リベットなのかスポット溶接なのか、スポットはちょっとありえないか。まあ、リベットかもしれませんが。ちょっとピンっぽいものを、作ろうと思います。まあ、そんなに難しくはないんですが、単純にただ押し出して、ちょっとピレットやろうかな、ぐらいです。これを押し出します。同じ高さですかね。で、ブール演算でくっつけます。ここの面が分かれているのが気になるので、
ストリット編集で、すべての面をマージする。はい、これで綺麗な面ができました。では次に、フィレットやっていきたいと思います。0.5かな。適当なんですが。どうかな。まあ、0.5ですかね。次は、こっちですね。こっちも0.5でいけるかどうか。だな。ここが、ここのフィレットが不均一なのが、気になりますね。こういう場合は、フィレットの種類を変えることで、解消できます。まずは、選択します。次に、レールタイプですね。ローリングボールではなく、レール間の距離、もしくはエッジからの距離にすれば、ここは解消されます。ちょっとプレビューしながら見てみます。これをローリングボールにしてみると、ここが、狭くなってますね。これはフィレットの、なんですかね、かけ方の種類なんですが、多分、検索すると出てくると思います。私もそんなに知ってるわけではないんですが、まあ、単純に見た目で、私の場合は考えて使い分けをしています。で、次に内側もやっていきますね。内側は、3ぐらいにしとこうか。ここがぐちゃぐちゃになってるのがダメだな。これはレールタイプを変えることで解消できるのかな。数値を変えよう。あとは、まあ、ローリングボールに直してやっていきます。ちょっとフィレットかけすぎかな。0.1ぐらいにしよう。ここはフィレットはやらなくていいかな。あとは下側をやっていきました。0.2ぐらいで3かな。ああ、そう、いつも、ここを使っていることが多いんですが、これは、この選択タブにもあります。私は単純にこれを、こうやって、展開して、ここに持ってきているだけです。よく使うんでね、スケッチを選択して隠すといったときに。はい、とりあえずこれで蓋の、指掛け部分ができました。次は、時間が10分ぐらいになってしまっているので、ここの山の部分ですね。ここはまだ先の話になりそうですね。また明日ですね。一応、残っている作業は、ここのフィレットをかけること。あと山を2つ作ること。それから、下側ですね。
今はただの平面なんですが、ここにも、上と同じような、段落ちを表現したいと思います。それで、このサバ缶のモデリングは終わりだと思います。ではまた明日、モデリングやっていこうと思います。